ゴールデンボンバー桐生院翔さん、お疲れ様でした。栃木から、ラジオ放送ということで、昨日は千葉のライブとお聞きしました。本当にお疲れ様です。明日もライブ頑張ってください。そして、こんばんは。ここからは私、大原桜子がお届けしていきます。はい、ですね、今日は、先ほど、日本映画批評家大賞という、賞の受賞式がありまして、私は、新人賞を今回、いただくことができました。ありがとうございます。はい、ということで、そうなんです。そしてですね、早速その新人賞についてですね、皆さんがメッセージを、くださいました。まずは、ラジオネーム、乙女なアリスさん、新人賞受賞おめでとうございます。桜子ちゃんが泣いている画像を見て、私もうるっと来ちゃいました。ということで、もう、ネットニュースには上がってる。早いですね。ありがとうございます。もうちょっと、今日スピーチで、いろいろ、こう、まあ、感謝の思いとかを述べさせてもらったんですけれども、その時になんか、スタッフの方の、がいらっしゃって、なんか顔を見た時にもう、いろんな思いがこう湧き起こって、まあオーディションの時からお世話になってる方々だったので、そんなことを思いながら感謝を述べていたら、もう号泣してしまいました。はい。はい。続いて、ラジオネーム、冷蔵庫の住人さん。16歳の女の子です。桜子ちゃん、批評家大賞新人賞受賞おめでとう。モデルプレス、ツイッターで読んだよ。また泣いたの？ラコちゃんらしいや。これからも頑張ってね。岐阜から応援してます。ということで、わあ、岐阜からありがとうございます。ラコちゃんって呼んでくれてますね。そうなんです。もうまた泣いてしまいました。私多分、まあ、可能性もそうですし、この間のドラマの死神くんもそうだったんですけれども、結構泣くシーンが多いので、なんか、よく泣く女の子って思われがちなのかも。そうですね、結構泣くシーンは本当自然に、泣いて演じたりはするんですけれども、まあ、今日も泣いてしまって、映画の完成披露の時、と、あと、初日舞台挨拶の時に、佐藤健さんからのコメントを聞いて、あれはちょっとすごい号泣してしまったんですけれども、多分それを見て、このメッセージをくれたんだと思います。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、じっくりことことことを煮込んだことスープさん。長いね。桜子ちゃん、新人賞受賞本当におめでとうございます。自分のことではないのに、私は今めちゃくちゃ幸せな気持ちです。新人賞、そしてMステなど、特に今週、そして今後もさらに忙しくなると思いますが、私たちファンはずっと応援しているので、これからも頑張ってください。そして、テレビに引っ張りだこになっても、またライブしてほしいです。必ず行きます。ということで、新人賞とともに、今週はですね、まあ、これからちょっとお話しするんですけれども、Mステに出させてもらいます。皆さんよかったら見てください。はい。じゃあ、こんな感じで今週も行きたいと思います。それでは、今週も行っちゃいましょう。大原桜子のオールナイトニッポン。